緑緑川川君以<上>皆様お疲れまででございます立憲民主党の緑川です今日農研機構のお話出ておりますけれども、私からもその関連でご質問させていただきます。まあ、春からです、ね、農業・食品産業技術総合研究機構、この農研機構内の研究組織に大きな再編がありました。 早速ですね、お配りしている資料、丸1のところをご覧いただきたいんですけれども、ちょっと今、配るところで申し訳ありませんが、これまでの次世代作物開発研究センター、通称、作物研という研究組織が、機能研究構内ーーにありますけれども、これは稲、小麦、大麦、大豆といった資源作物の品種改良。 そそしててののの品種改良のためめ技術開発などを進めていますでこのうち稲研究領域というところでは、米消費の多様なニーズに応えながら、稲の安定生産を目指して品種改良を進める重要なセクションです、でこの春からです、ね、作物研究部門という組織名で、新たな研究体制が矢印の右のようになりました。 でこれはあの右側はです、ね、3月に農研機構の職員向けに配布された資料の抜粋です、でオーダーメイド育種基盤グループという赤字のところ、書いてますが、この作物研のホームページ、私、まあ、昨日ですねアップされたものを確認するとです、ね、研究体制のところ、おまあ、職員向けに配られた名前とは違ってまして、オーダーメイド稲イ育種基盤グループと、この稲がです、ね、追加される形で変更されていました。 非常にです、ね、私はこれ、内部のこの農研機構の現場の苦心というものを感じています。後でお話しさせてもらいますけれども、ただそれでもです、ね、この領域から、研究領域から一段下がってしまって、グループに下がりました。大きなくくりの領域としては、稲の名前が消えてしまいました。で、この研究体制は、今年度からです、ね、5年間の中長期目標に沿ったもので、首務大臣である野上大臣から、 あだ、支持された目標でありますけれども、この作物研究で稲を冠とした研究領域が消えたことで、これまでできたことが新体制ではできなくなるのか、伺いたい、そしてまた、稲研究にかかる予算や人員というのはどのように影響するのか、お伺いしたいと思います野上農水大臣。 あの農研機構におきましては、今、ご指摘ありましたとおり、今年度から令和7年度までの間をこの第5期中期目標期間としております。でこの期間におきましては、研究開発の成果を最大化するために、研究組織の再編も含めた戦略的なマネジメントを行うということにいたしております。そしてこの戦略的なマネジメントを遂行するためには、スマート農業や最先端の育種技術の開発を作物横断的に行えるような、 研究領域が設定されることとが重要と考えておりますでこのような中で、えー、今お話がありました従前の次世代作物開発研究センターの稲研究領域につきましては、えー、この第5期では、稲、麦、大豆の作物を横断的に対象とした作物研究部門を設置し、その中で研究内容に応じて最先端の育種技術の開発等を行う新たな研究領域を設置をしたと承知をいたしております。 そしてこの新しい研究領域におきましては、稲に関しましては、気候変動に適応した高温でも品質低下が起きにくい品種ですとか、あるいは外食用等のニーズに応じた品種の開発、また品種育成に要する期間を大幅に短縮する新たな育種選抜技術の開発等々を行うこととしておりまして、の稲の研究が後ろ向きになるということはないと考えております緑川隆君。 あのこれまでできてきた稲、研究領域でできていたもの、なくなるものを教えてください菱沼事務局長。あのすみません、時間ないんで、端的に。お答えいたします。今も稲、ね、に対してのしっかりした研究を行ってますけれども、この領域、名前が変わってもです、ね、今の課題等を整理しながら、しっかり続けてやっていきたいというふうに考えているところであります。以上です 緑川貴司君やはりです、ね、これまで稲を冠としていたこの研究領域というもの、この1つの研究領域に落ちる交付金というものと、そしてこの稲を冠としている唯一の,このグループに落ちる交付金、やはりこれ、同じ額になるとは思えないんですね。で、結局現場の方で、この横断的な研究といってもです、ね、この大豆の方がやはり今、先に来ているわけですね、ご覧のように、この組織体制で変わったところがもう一つあるんですけれども。 稲研究領域というのが、大きなものがなくなったことに加えて、サタ作物というものが前に来ているわけですね。そうするとです、ね、やはりこの稲というものが後退しているのではないかという現場の声がやっぱり上がってきているわけです。で、現場の研究者にお話を伺いましても、やはり交付金というのはかなり削られているということです。以前は研究者1人当たりに70万から90万円、でも昨年は1人当たり40万円。 そして今年は選択と集中という名のもとに、さらに減額されるということですで。交付金だけで賄えないので、プロジェクトに応募して、外部資金でも,うもらわなければ研究がままならないと、それが稲、ね、研究であれば、なおさら資金は獲得できないのではないかという心配の声が、内部からこれ、上がってるんですよ。でこの旗作の作順番もこれ違いますそして中長期計画 大臣からもお話ありましたけれども、研究開発の重点化方針という中でも、大豆作、麦作、稲作等の新品種開発などと書かれて、稲が後ろに来ています、やはりこの研究領域としても、畑作物についてはです、ね、従来どおり、その名が冠として残るのに、稲はなくなる、研究分野としての存在感が、やはりこれ、薄れてしまっているかということなんです。 確かにこの気候変動の影響、一因といわれる異常気象に対応していくためのこの高温障害、あるいは高温不燃、この厳しい暑さというものが開花の時期と重なれば、ですね受精障害がこれ、起こりやすいので、そうした事態に対応するために、早朝に開花する性質を持つ品種の研究とか、またそれだけに限らず、台風も大型化している中で、台風に強い稲の品種とか、さまざまなですね、 方面からこの研究、品種開発に当たっていかなければならないのに、それがですね、唯一名前がついているのが、このオーダーメイド・イネ・育種基盤グループというものにしかついてないわけなんですよ。で、今後の行方が大変心配であります。やはりですね、この政府肝入りの緑の食料システム戦略の話も先ほどありましたが、有機農業の取り組み面積をこれ、2050年に100万ヘクタールにするということであれば、この稲作、 温室効果ガスの発生割合が顕著なこの稲作でどう抑制をしていくのか、また化学農薬を使わなくても、病虫害に強い品種の開発というのは、一層重要になってくるわけです。で、そういう研究領域がなくなってしまうというのは、わしは大変問題があるというふうに思っています。日本の食料の基盤として、やはりこれまで稲が先に来ていました、稲作、畑作があるようにですね、さまざまな課題に対応するための稲作研究、品種開発というのは、これまでのように、 研究開発、研究領域として、畑作と、同列に扱われるべきだというふうに考えますが、いかがでしょお答えいたします、稲の研究につきましては、やはり今後はです、ね、水田農業の高収益化を図るため、前期に続いてしっかり取り組む必要があると考えております。 こういった中で、領域の名前を変えるということになりましたけれども、農研康の中におきましては、組織面、研究領域面については、丁寧に研究に説明が行われたと聞いております。まだまだあの、機構内でいろいろとお話があるんであれば、しっかりとあの説明をした上で、しっかりした研究ができるようにということを、まあ、指導、助言していきたいと考えております緑川隆司君。 いや全くこれ、聞かされてないんですよ、ホームページにもこの稲っていうのがです、ね、だから突如として上がったかのようなあお話はありましたで、この農業競争力強化支援法の8条4項、これは農研機構、そして都道府県の有料な育種知見を民間に提供するということになって、農研機構の中長期計画には、これ、公設試験場だけでなくて、民間のニーズに応じて迅速に稲の育種を行うということが書いてあります。 でこのオーダーメイドというのは、やはりそういう意味に私は受け取っておりますし、1グループに集約されてしまっています。でこの何とか稲の名前を残せたというのは、やはりです、ね、研究現場の私は、この抵抗であると思いますし、稲の研究に心血を注いできた研究者のプライドであるというふうに思っています。このの、まあ、名目が立たななければ研究予算というのは下りないといいいううはり世界ですから この人や土地を使うという研究である以上、このオーダーメイドに従わないような名目になってしまう、そうした事業であれば、実質お金は下りないんじゃないかというふうに私は思っています。民間が求めるような経済的にメリットのある品種開発だけではなくて、やはりおっしゃるようなですね食料危機、気候変動、地球規模の課題に対応する長期的な視点に立った稲の研究を深めていくためには、明確な研究体制の冠がなければ、私は務まることが、 できないといいとううふうに思っています所管する農水省には重く受け止めていただきたいと思います。えー、残りの時間を使いまして、えー、大雪被害、えー、この冬の農業被害についてお尋ねをいたします。えー、東北、北陸地方を中心に27の道府県で、えー、農業用ハウス、畜あそして果樹の枝折れ、倒北など多くの被害が発生いたしました、えー。大雪による農林水産関係の被害、27の道府県で108億円。 そしてこのうち最も被害が大きいのは農業用ハウスです被害額がおよそ107億円そして1万9000件近いハウスに被害が出ました雪深い地域では雪どけがまだ遅いですで生産者から最近でもですね被害について新たな報告が寄せられていまして被害額がまだ伸びています政府は今回の対策というのは3年前の平成30年豪雪の対策をもとにして 農業用ハウス再建の柱の一つである、強い農業担い手作り総合支援交付金、強農の地域担い手育成支援タイプを使って、被災したハウスを優先採択して再建を後押しするというふうにしています。ただですね、このパイプハウスの再建費用の補助については、今回は強農の補助額に上限が設けられているんですが、まあ、上限を600万円としている、まず根拠を、ちょっとこれ、端的に教えていただきたいと思います。 農林水産省におきましては、これまで甚大な自然災害が発生した場合には、その災害状況を踏まえて、個別災害ごとにどのような支援が必要かを判断しながら対応してきております。 あの今般の大雪で措置をしました、まあ、いわゆる強農のです、ね、地域担い手育成支援タイプの優先採択でありますが、これは北陸を中心とした平成29年から30年までの大雪による被害への対策と同様の支援内容としておりまして、補助上限額を通常事業と比べて2倍となります、1期平台当たり600万円に引き上げているわけでございます。以上 緑川君まあそれと同様ということで,です、ね、何が違うのか、私からお話ししたいと思います、3年前の豪雪被害の対策を参考にするということなんですが、農業用ハウス被害額としては、3年前はこれ、45億円です、しかし今回は107億円です、倍以上違います、そしてハウスの被害額だけを見ればです、ね、おととしの台風19号をも上回っています。 台風19号は特定非常災害に指定されて、人や家屋の被害、生活インフラの影響、規模は確かに違うんですけれども、農業用ハウスの被害額としては85.5億円です。このときのハウス債建でも、強能による支援なんですが、支援のタイプが違うんですね。今回の地域担い手育成支援タイプではなくて、被災農業者支援型を発動しました。被災農業者支援型になれば600万円までというような上限はなくなります。 台風19号では上限がないのに、それよりもハウスの被害額の大きい今回の大雪被害には上限がつけられている、これまでのハウス再建の支援との整合性、取れていないんじゃないでしょうか三吉,吉経営局長。お答えいたします、えー。先ほど大臣から申し上げましたとおり、今回は、えー、支援、えー、いわゆる強の、 の交付金につきままししてて採択とということで対応しておりますそれでご指摘の支援型につきましては、これは過去に例のないような甚大な気象災害等によりまして、担い手の農業経営の安定、支障をたす事態が発生しており、特に緊急に対応する必要がある場合に限って発動することとなっております。 今回はそれぞれの災害の状況、これまでの支援内容を踏まえて、先ほどご説明したような状況にしているところでございます緑川全く答えになってないですね。なんでその被害額は見ないんですか、トータルとして。でこれ、甚大な被害じゃないんですか、これは。ちょっともう一回答えてもらいます、台風19号をも超えてるんですよ。 局長お答え申し上げますあの今回の災害につきましての考え方、先ほど申し上げたとおりでございますが、特段あの、過去のものと比べて、激甚指定がされたり、特定災害に指定されている状況はないものと、承知しております緑川隆君。特定非常災害という話と、農業被害の話、分けてくださいよ。 これ強い農業の,この担い手作り総合支援金について話をしているんです。被災農業者支援型に匹敵する被害額が生じていること、どういうふうに考えてますか。三経営局長 お答えいたします先ほど申し上げたとおり、災害対策につきましては、災害状況を踏まえまして、個別災害ごとにどのような必要な対策が必要かを判断しながらやっております。それで、委員御指摘の点につきましては、過去の大雪についての災害なども踏まえて、今回、対応を考えているところでございます緑川<上>だから、過去の大雪とは被害額がまるで違うんですって。 で、こう時間ないんですけれど、ちょ次行きたいんですが、まあ、野上大臣は新潟県の上越市、そして南魚沼市、話し副大臣は秋田県横手市で視察されて現場の声を聞いていただいたというふうに思います。で、初頭からやはり土砂雪でありました。休みなく短期に集中して降ったということが被害を広げて、雪に慣れたところでも除雪が間に合わなかった。それゆえ現場にたどり着けないという中でハウスの相次ぐ被害を防ぐことが。 やっぱりこれ慣れた方でもできなかったということ、その中で1つの携帯だけで10棟を超えるハウスが倒壊したところもあるわけです、でまあ、この資料、丸2をここでご覧いただきたいんですけれども、補助割合のところで、被害額がです、ね、この2000万円というところが基準になって、ちょっと支援が足りない部分と、そう支援がなんとかカバーされるという基準になっているんですが。 仮に2000万円の被害が出た場合には、国が10分の3で補助上限いっぱいの600万円の負担、そして農家が園芸施設共済に加入している場合、10年が経過したハウスでも、国費相当分と合わせて10分の4は最低でも保障されます。そして県と市町村が10分の3の負担をすれば、国の補助上限があっても、なんとかカバーされるんですが、自治体にこれ確認しますとね、2000万円以上の被害のあった形態というのがありました。 で国の上限額が600万円であればです、ね、国の負担は10分の3未満になってしまう、補助割合が下がった分だけ、結局、県や事業主体の市町村が10分の3を超える負担をする可能性があります、それを出すかどうかというのが、県や市町村の次第判断というだけでは、無責任だというふうに思います。上限は撤廃するとといいいううことをご検討いただけないでしょうか日吉経営局長 今回の応用金に関しまして、2月2日に支援策を決定しておりますが、その中では、強い農業を担い手作り総合支援交付金の優先採択、そのほかに、持続的生産強化対策事業の産地緊急支援対策、強い農業を担い手作り総合支援交付金の被災産地施設支援対策、こういったものを措置することとしております。これらの支援策は、被害を受けた農業ハウスにつきまして、例えば、 簡易な育療施設など、自立施工が可能なものにつきましては、持続的生産強化対策事業の産地緊急支援対策を活用し、それ以外のものにつきましては、先ほど来ございます、地域にないて育成支援タイプを活用するといったように、複数の支援策を組み合わせて復旧を行うことが可能でございます。被災された農業者の方の人数に応じまして、地方自治体や現地との連絡を密にしながら対応していきたいと思っております。 緑川貴司君。複数の事業を一つの形態に組み合わせて使えるということを把握していない市町村があります。で、これは秋田県確認させていただくと、例えば被害が三千万円の場合には、二千万円は強のでカバーすると。で、一千万円。 2000万円以上を超えた場合、例えば1000万円の分については、もう一つは国のハウス債建補助である持続的生産強化対策事業を利用するという合わせ技で対応していくということなんですが、それをです、ね、合わせ技ということができるということを把握している市町村が、これ、ちゃんと通知してますか、把握していないところがあるんですよ。で、これ、自治体から問い合わせて初めてそうなんだって知ったわけですから。 これ、農水省、しっかり確認させた方がいいと思いますけど、いかがですか三吉経営局長お。お答えいたしますあの。先ほど申し上げたように、事業の目的、あるいは復旧の仕方に応じて、多様な取り組みが可能な状況でございます。こういったことにつきまして、現場に周知をしていきたいと思っております。 緑川君あの強能はです、ね、これ、人の落ちプランに位置づけられた中心形態しか使えないことになっています、ですから認定農業者とかです、ね、そうした中心形態でなければ、中心形態でない場合は、強農は使えない、じゃあ、でも2000万円以上被害があった、どうするんだという話とか、こうした組み合わせで使えるということを知らない市町村はです、ね、そうした考え方にいけないわけですよ。 そうしたところ、しっかり伝えていただきたいというふうに思います。そして、これ、被害額問わずなんですが、心配されるのは資材費の高騰した分の負担です。園芸施設協済に加入している人は、年数のたったハウスでも最低4割保証されるんですが、保証額は被害を受けた時点の資材の単価表に照らした資産価値、そのときの資産価値に基づいた保証額になるわけです。つまり、資材費がどんどん高騰している中では、その保証額には反映されません。 実際の資材費高騰分が含まれる債建事業のこの総額の4割に満たない、そうした保証になる可能性があります、被害総額がまかわれないという声を自治体から頂い,いてますけれども、いかがですか内市吉経営局長。お答えいたします。施施設設ににおききままししててはは数がたっつ 新築時の資産価値が分かればいいんですが、領収書などで確定できない場合には、施設の種類ごとに国の方で標準価格を定めて、それに基づいて計算することとなっております。この場合、標準価格を用いた補償水準であるということにつきましては、加入者にご理解をいただいた上で、それを踏まえた掛け金をお支払いいただいているところでございます。 緑川君結局、資材費高騰分はです、ね、全くこれはあの反映されないわけでありますで。営農を続けようというこの農家にです、ね、実際に大きな実費が生じる恐れがあるわけです。これは県、市町村、しっかりです、ね、そうした実費に対してです、ね、どのぐらいの農家の負担があるのか、営農を続けられないぐらいの負担が生じてしまうのか、そうしたところ、しっかり確認をしていただきたいというふうに思います。 であの強農のです、ね、2つ目の問題点、やはりこの地域の中心形態のみが対象になっています。この法人、個人、集落営農というのは、これ、中心形態でなければ使えませんから、例えば兼業農家などは、強農は使えませんで。中心形態でない農家がハウスの再建に使えるものとして、持続的生産強化対策事業というものがありますが、これは資材代の分しか補助しません。自力施工が前提でですから、まあ、若い農家であれば 農水省が公開しているハウスの建て方の動画などを見ればです、ね、なんとかノウハウを得て、自分で施工できるのかもしれません。しかし、やはり農家はご高齢の方が多いです。自力では施工できないというケース、どのように対応していくのか伺います水田生産局長。 あのお答えいたしますあの持続的生産強化対策事業の産地緊急支援対策でございますけれども、あのこれはハウスの場合、ハウスの強靭化とかに取り組むです、ね、産地に対しまして、えー、産地の生産者による自力施工を前提に、まあ、パイプハウスなどの再建修繕に必要な資材の共同購入と、こういったものを、えー、支援をしているところでございます。 あの被災された農業者の方が自力施工できない場合にはです、ね、産地の、例えば JA などの生産部会の方々などによります施工体制の構築が重要と考えておりまして、まあ、各地域でこうした施工体制の構築をです、ね、働きかける通知を1月14日付で都道府県に発,注発出しております、またあの大雪対策の現地説明会においてもです、ね、こういった説明をいたしまして、この取り組みを推進しておりまして、こ,のこれによりますあのハウスの早期復旧に努めているというところでございます。 緑川貴司君発出をされたとしてもです、ね、この動ける体制かどうかというのはです、ね、この春から本格的にこれは動き出していくわけですで、被災したハウスの解体費用も含まないこの事業の場合は、やはり高齢農家の自力施工に対してです、ね、解体作業についても地域で協力し合ってくれというお答えでありますが、この被災したハウス、やはり全体で1万9000棟近くにも及びます。 でこの雪が溶けきっていない山あいに立つハウスも、これ多いんですね。でこの非常に、この農村地帯で移動範囲も広いわけです。で国が事前着工を進めてもですね。この資材町で多くのところで施工が遅れています。鉄道側も田植え、畑作などの準備期間とも、これから重なっていくわけです。一軒一軒の作業効率、そして労力を考えればですね。この地域の j. A. 農家のボランティアで頑張ってくれというだけでは。 私は限界があると思うんですね自力施工、そしてその前の解体作業などを手伝う、そうしたボランティアに対する活動補助の日部分、必要じゃないでしょうか、国として。野上農水大臣です先ほど、来、ご議論になっております、この持続的生産強化対策事業でありますが。 これは資材の共同購入費等を支援するものでありまして、えー、まあ自力施工が前提であるために、今ハウスの施工費等につきましては支援対象としておりませんが、あの地方自治体の中には、ベッド、ハウスの施工ですとか、解体を業者や自衛等が請け負う場合に、その経費に対する支援を行っているところもあるわけであります。でこの場合、施工や解体を請け負った業者や、 自衛等が農家の有志の方々などを作業員として雇用すること等によりまして、こうした方々の作業労地が支払われることになりますので、方自治体のこうした支援も併せてご利用いただくことも含めて、早期の営の再開に向けて、被災ハウスの復旧に努めてまいりたいと考えております。 緑質問は終わりにいたしますけれども、やはりすべての自治体、すべての JA がです、ね、隙間なく取り組めるように、しっかりそれは国が応援していただきたいというふうに思います。よく JA と情報共有をしてです、ね、この農村を支えるのは、やはりこの主,主な担い手だけではありませんから、兼業でやっぱり農村を支えている農家のニーズ、ぜひ組んでいただきたいということを強く求めて質問を終わります。 次重人君。はい